片岡です。今日は胃腸を作ってみたいと思います。前回も作ったんですけれども、今一つしっくりこなかったのでまた作ってみたいと思います。はい、では練り切りの重さからいきますね。ひき茶色が 22g、 黄色が 3g、 そして中あんが 11g ですね。はい、ではいきます。まずですね、これをですね、手前をちょっと押して潰しますね。これも手前を押して潰しますね。そしてこれを重ね合わせて、まあ、上に置きますよね。そして潰します。でこのように境目をこねつけてグラデーションを、ね、ぼかします。でそしたらですね、後ろ返して、ね、今度あんこを包みます。はい、そしてですね、はい、この平板ですね、平板を拭いてこの上の方を当てますね。はい、そしてちょっと潰してですね、そしてここをね、こう板にこの指で押します、ね、隙間がないようにぴったり、ね、山ができるように、山の裾野がこうぴったり開かないようにね、ぴったりしなさいと押します。はい、そしたらですね、この緑の方ですね、黄色がこっち側にあるとしたら、その反対側の緑の方を親指と人差し指でつまみますね。まあ、こんな感じにしておきますね。そしてこれね、丸輪の2番ですね。丸輪の2番でですね、こうここのへこみをこう補助して押してあげますね。このようにして。反対側もこのようにして押してあげます。さあ、そして剥がしてみましょう。ね、このような感じになりました。ね、こう持ってここを滑らかな曲線にしますね。そしてここの部分をちょっと細くしてかっこよくします。ここ細いとちょっとかっこいいですよね。ね、そして、茶筅ですね。茶筅で筋をつけますね。そして最後三角ベラで、筋を入れます。はい、これで胃腸の完成です。ありがとうございました。